完結に1年半かかった RTA、パート4、始まるよー。はいどうも、バーチャルなんとかのマナヒト派だよ。前回、屋根裏ルートを選択したところから再開だね。ここで気をつけるべきことは、落ちる足場があることだね。基本的に止まらなかったら落ちないはず。まあ思想中になぜか落ちちゃったんだけども。ここ USB の弾丸がうまーし。というか上から鉄板落ちてきてるのに無反応とか。なんだろこの仕事は。あ、ちなみに、落ちると問答無用で即死です。それもやな。この先は敵をパンパンやりつつ先に進むだけです。見どころはありそうですか？まだ見る価値がありそうですか？まだ見てくれますか？そんな皆様のために、こんなものをご用意。できなかったので心理テストでもしましょうか。夜更かしでやってたやつなので知ってる人は知って。家にいるあなたに様々な問題が同時に発生。どの問題から解決するか、6つの選択肢から優先する順番を選んでください。突然鳴り出した目覚まし時計、インターホンがピンポーン。赤ちゃんが泣き始めた。水槽から金魚が1匹逃げ出した。吹きこぼれそうな鍋、漏れそう、トイレに行きたい。ここがば、話の途中だがワイバーンだ。結果発表は後でしましょうか。ここでの戦闘は最初に J モバイルを使うとかなり楽になります。まあなくても全然いけますが石橋は叩いて砕くくらいで。こうするとクソデカ戦車の動きを一時的に止めることができて、あとは操縦者を倒し続けるだけで貫通できます。敵戦車を、やっちまったぞ。あとはこの位置で出てきた兵士をひたすら駆除するだけです。というか操縦席丸出しとか。一応この戦車の攻撃パターンは、レーザーと誘導ミサイルとなってます。撃つな。そんなもん。人に。なぜそうも簡単に人を殺すんだよ、死んでしまえ。ってわけでサニュエルママの手榴弾で粉みじんになって全滅したので、この先の駅長室に捕まっている人質を解放しに行きます。セナさん待っててくださいよ。今から助けに行きます。しかしそれはディートリッキーの罠だったのだ。あれ？他ピート？なんでこうなるの？人質は全てホログラムで完全に骨折り損のくたびれも受け。別行動していたサニュエルママがディートリッキーを見つけたらしいので、行きますよ行く行く。さっきまで閉じてたシャッターがぶち破られてる。はい、やっぱりサニュエルママは馬娘だから怪力なんすねー。この通気口をズリズリパイズリ進むとラダーミサイルを乗せた列車があります。先に警備兵に変装して潜入していたサニュエルママが捕まっちゃった。俺は、神聖ファントムのお荷物です。ぶひー、うまく、潜入できない。泣かないでサニュエルちゃん。フェンスに近づくとムービー。列車に飛び乗ってケース7クリアです。このステージは列車の上と列車内部の2段構えとなってます。当然列車の上なんかにいたら危険な障害物があります。障害物以外にも敵の攻撃があるので硬直が痛いステージです。しかし、私には必勝法がある。ジャンプして硬直。というわけで落ちると即死です。はい、だから気をつける必要があったんですねー。ダメ、ごまかせない。いやでも、この後ノーミスかもしれんし、続行だ続行、なんで等速に戻す必要があるんですか。列車内部に入るとそこには発車準備に入ったラダーミサイルが。うまい。列車止めるためにもディートリッキーを探しに行きますよ行く行く。そして今の警戒状態だと目的地がロックされているので。前回、兵士からカツアゲしたセキュリティタグを使用します。あとはもうやることは一つだけ。素晴らしい。大札だー。全然関係ないですけど大札って一発変換できないんですね。皆殺しだとこの難しい漢字は変換できるけど、戦闘車両に着くとそこでは、サニュエルママが捕らえられていました。そしてエニグマの目的がラダーミサイルでの攻撃ではなく、アメリカの攻撃に偽装して第三次大戦を引き起こすことでした。そしてサニュエルの口から語られる衝撃の真実とは、長いので倍速多用です。
いや無理か分かんないだろう。頑張れや、頑張れ。つかねえプレックセックスって感じ。ほらおぶれゲッツファン、ヨーマステチャージドバックボール。バカは死ななきゃ治らない。 I won't make it anyway. Don't worry about me. Stop the train. We must stop the terrorists. I can't let you do this. I'll think of something. There's no time. Must attach the locomotive. You're too late. No, there must be another way. So there. Kid. Bishop. Bishop. You are Phantom's new leader. But listen to me, Bishop. Phantom must, absolutely must stop Enigma.A reason? The man who organized Enigma was the former leader of Phantom, Scarface. Is your father? That's not possible.He currently goes by the name Dmitri the Dernikov. Obviously, he's a guy. 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 He's a guy.どうでした？ だが私は謝らない。ママ。Kids, Mama, the break. Sam, Takana Kimiko, da yo. Chikara ippai shirokoku de onegai shimasu. Ai, hitori tomaro. Ah, 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 ah.距離は使える。お母さんごめんなさい。もう早いっすね。なんとか言えよ変態。こうしてサミュエルママの犠牲によって敵本拠地が分かったのだった。トムライ合戦じゃ突撃。この後しばらくプロローグと同じなので心理テストの続きでもやりますか。忘れた人のためにもう一度問題文を読むよ。家にいるあなたに様々な問題が同時に発生、どの問題から解決するか、6つの選択肢から入選する順番を選んでください。突然鳴り出した目覚まし時計、インターホンがピンポン、赤ちゃんが泣きわじめた、水槽から金魚が1匹逃げ出した、吹っこぼれそうな投げ、漏れそう、トイレに行きたい。みんな考えたかな？じゃ。この心理テストでわかることは、あなたの価値観と人生の入選順位です。詳しく説明していきましょ。まず、目覚まし時計は仕事の象徴。インターホンは友情の象徴。赤ちゃんは愛情。金魚はお金。お鍋は性欲。トイレは自分。当たってました。まあ当たるも八卦当たらぬも八卦。ちなみに私は、鍋、金魚、赤ちゃん、目覚まし、インターホン、トイレだったよ。いや、お鍋は引っかってるから一番最初になるやろがい。誰が性欲お化けじゃ。まあ本編に話を戻しますか。
現在、ニクラス君が誘拐されたとこまで進んでるね。プロローグと違うところは、通気口を通ると直接外に出ずに、初見の城内部を進んでいくことだね。なんだこの階段は。通常プレイとかだと割と迷いやすいかも。ここはセンサー機にせず突っ込みの宅。しんぜー、私の姿を見た者はみんな死んじまうぞ。いてて。この大穴はスパイダーグリップを使用して進みます。すり替えておいたのさ。この後、目的地がロックされてるので、セキュリティタグを使用するのですが、ここ、ジャミングモバイル使ってセンサーに当たらないように行った方が早い。かも。まあでも誤差程度ですね。ああ、お尻がギリギリする。ちなみにちゃんと地面を確認してから降ります。大穴の上でも確か降りられるんでね。この先もセンサーがあるのでついでに電源を破壊します。なとこにつけんな。やっぱセキュリティタグ余ってますね。じゃけんチャートにちゃんと書き込みましょうねー。この部屋では単独で潜入してたマイケル君と合流します。俺に感謝しろよな。奥の部屋に弾薬とかアイテムがあるのでなんとなく取ります。弾薬に余裕があるなら取る必要はないんだぜ。あと新アイテム取っちゃうとマイケルの通信が入ってる。あのさ、弾は一応足りるとは思うんですけどね。なんせディートリッキー戦がいかんせん安定しないので。じゃボス戦に向かいましょうねー。このエリアのセンサーは気にせずライフで受けます。もう許せるぞ。ここの通風口には最強クラスの威力を持つマグナムがあります。ただ取るのに時間がかかるのでこの RTA ではスルーです。通常プレイであればぜひ取っておきたいですね。ようやくプロローグのとこまで戻ってきましたね。ここも少し変わってて敵とタレットが増えてるよ。まあでもやることは変わんないよ。向こうに飛び乗って写真を撮るよ。ジャンプ。私は、神聖ファントムのお荷物です。ブヒー、うまく、潜入できない。この撮影はちゃんと顔まで撮らないとダメだよ。こっち向いて、ルーズアップに。ゲッチュ。新アイテムかもしれないのでアイテムは無視だよ。変装する場所は木箱で邪魔されてるので格闘で吐く。まあそんな日もあるさと笑える。僕はきっとセプテンバー。扉の前まで行くと顔パスで入れてくれるよ。ムービーはスキップ。はい、ディートリッキー戦開始です。このボスは左右4つの扉から出たり入ったりするのですが、初期位置で立ってると左右2つの扉から出てくれます。なぜかロックオンしてくれないので主観で狙ってますね。攻撃パターンとしては、銃乱射と手榴弾を3つ投げるのと、ダッシュからの投げ技ですね。手榴弾は結構痛いのでそこだけ気をつければいけます。男らしく出るかいや。ちなみに MGS と同じクイックリロード方法が使えます。いかんせん逃げまくって遅延行為をしてくるので、時間かかるんじゃよ。俺もうね、逃げる。逃げるか、卑怯者。体力を7割削ると2段階目に突入します。2段階目は偽ディートリッキーが混じり始めますが、私も相手もやることは変わりません。偽物は若干服が青く、本物はちゃんと黒いです。初期位置から動かなかったら本物の出現位置を、ほぼほぼ固定できます。多分。長いので倍速。お兄ちゃんかっこいい。この変態戦闘員が。死んだんじゃないの。なんでこのおっさん。Target has been killed. Yes, sir. 待ってくださいよ。 Why'd you step on him?
なぜなら、今日はビータマの誕生日なのだ。死んでんじゃん。不憫。はい、まず上を見てください。こういう悲しい結果で終わりですね。あ、ルドクさん、ルドクさん、なんか悲しいけどしょうがないよね。まあこういった形で終わっちゃったから。なんだこのおっさん。こいつか。You're all right. 生きていたのか。 I suppose. You haven't been hiding. Something wrong with that? ダメじゃ。 I'm a pacifist. I'm not about to end up like you know who. 違う。 Have a little respect. そうだよ。マジムカつくよこいつは。 Going after my father. え？I won't stand by and let the sins of my father be visited upon his children any longer. And if you can't stop him? I will stop him. I will. 頑張れや。頑張れ。先輩喜んでるぞ。はい、ディートリッキ元井ニクラス君撃破ですね。まあムービー中の服がめちゃくちゃ青かったしみんな気づいてると思うけど、死んだのは偽物で本物は死んでないよ。しかも途中で出てきたマイケル君、普段はズボン履いてるのに履いてなかったね。そして貼り付けにされてるニクラスは逆にズボンを履いてたね。誰にでも変装できるサンディカメラ。このことから導かれる結論は、まあそういうことです。じゃさっとと世界を救っちゃいましょう。ちなみにこの飛行船にはラダーが大量に入ってるらしいよ。やべえな。まあもうそんなの関係ないですけどね。ラダーを無効化するウイルス作ったからね。作ったのは前助けた天才メガネ美少女だよ。ラダーを見つけたのも彼女だよ。フォレスト君の存在価値。ジャスカーベース戦です。装備が足りなかったら強敵、そうじゃなければ雑魚。体力を7割削ると第二形態。ゲームのカード落としちゃった。Streams at the sight of fire. The part I lost brings me back. Even after 20 years, my battalion still holds my right arm.第二形態になると、ジャミングモバイルで貫通されるクソ雑魚になります。というか、Jモバイル使わなかったら強すぎるんよね。なんとなく時間でヘッドショット狙った方がいい気がした。第三形態はライサンダーと同じで特定の場所に移動します。まあ楽勝なのは変わんないけどね。イエーイ、人挟んだ勝利。あ、やっと夏が終わった。乾燥した感想ですが、神ゲーになるポテンシャルを秘めていた良作って感じですね。普通におもろいのでみんなも買って、どうぞ。なんだって。まあ黒幕はニクラスなんですけどね、初見さん。はい、ここでタイマーストップ、1時間33分9秒でした。まあ失踪期間中に抜かされましたけど、ガバがなければ私の方が早かったかもね。ま、ガバとガバは江戸の花ってね。ここまでお付き合いありがとうございました。次があれば、また。